はい、星金よりじょうさんの昭和2歳メスでサイズが53センチです。はい、お願いします。はい、今回この鯉引き上げした中から自分の好きな昭和を1匹出品しました。ちょっと先にあの断りがあるんですけども、ちょっと引き上げの時にちょっと尻尾をちょっと裂いてしまったんですけども、これはあの問題なく治るレベルですので心配されるかもしれませんけど治ると思います。ちょっとそこだけ映しておきましょう。あ、そうですね。はい、ちょっと裂けちゃって、まあ、炎上こういう感じです、ね。はい、こんな感じの、はい、ちょっと裂けちゃって、でもこれは治ると思うので心配ないです。はい、はい、まあ、餌あげて飼っていただければ。そうですね、はい、はい、治りやすいと思います。この鯉はちょっと火の燃えはちょっとこう足らないんですけども、この白地にこう足らないのをカバーするかのようにこの墨模様がいい感じで、まだちょっと浮き切ってない、いないんですけども、3歳4歳とこれが浮いてきたらいい子になってくれると思います。逆に今これぐらいの方がその墨の変化も楽しんでいただけるのかもしれないですね。そうですね、この昭和の大ゴミを味わっていただけるかと思います。白地もちょっと 銀が噛んだ感じのいい白地をしております。ちょっと細身ですが3歳4歳とボリュームをつけて欲しいと思います。はい、サイドいきましたっけ。あ、サイドいってみますか。はい、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 炭がちょうどいい具合に出てます。はい、いい炭模様してますね。そうですね、この炭模様がこう想像したら素晴らしい子になりそうな予感がします。はい、はい、いかがでしょうか。はい、星金よりじょうさんの昭和、2歳メスでサイズの方が53センチになります。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。